皆さんごきげんよう、神川かおるです。今回取り上げる話題は、夢の話です。夢といっても2つの意味があります。まず第1は、現実世界における夢。例えば、願望を何か叶える、アメリカンドリームといった言葉が、最もよくわかる言葉でしょう。そしてもう1つは、非現実の世界、睡眠中に見る夢の話です。まず第1は、現実世界の夢の話からしましょう。今現在世界はパンデミックの影響により世界経済そのものは後退の危機に瀕しています。しかしそのような中にあってもアメリカの巨大グループガーファムと呼ばれる5つの巨大グループについて言えばこの経済危機を乗り越えるであろうと言われています。ガーファムというのはそれぞれの会社の頭文字をつけたものです。ガーファムの G は Google、 A は Amazon、 これは Apple と入れ替わることがあります。そして F は Facebook、 そして最後の M は Microsoft です。このGoogle、Apple、Amazon、Facebook、Microsoft、 この5つの企業の頭文字を取ったものが GAFAM です。今世界はパンデミックの影響により多くの人々が家にいなさいと呼びかけられているところです。日本のように強制ではなく要請されているところもあれば強制的に外出禁止令を出されている国もあります。またそれぞれの国においてある地域においては家から出てはいけないという命令が出ているところもあれば、一方では同じ国なのに全く人々が自由に往来しているようなこともあります。しかし全体として見れば、家の中に閉じこもっている人々というのが何億人単位でいるというある意味異常な状態です。しかし先ほど挙げたガーファムの例にとれば、人々が家にいることによって大きな損害を被るわけではないと言われています。一体なぜかといえば、例えば Google であればインターネットを使ってそこからの広告収入というものをビジネスモデルにしています。そしてこの中で最も多くの利益を得るだろうと言われているのが Amazon です。人々が家にいる間、一体どこから物を買うのかといった時に Amazon が大活躍しているというわけです。アメリカ全体では1ヶ月で2000万人もの人々が職を失った中にあって、Amazon は多くの受注をさばききるために多くの従業員を雇っています。そして株価の面においてもコロナショックと呼ばれるようなアメリカの株式市場の暴落といった騒ぎがあったわけですが、その影響が未だに残っている中にあってアマゾンは史上最高値を更新しています。これによってアマゾンの CEO ジェフ・ベゾ氏の個人資産というのは15兆円に達しているだろうという予測が出ています。個人の資産で15兆円というのは非常に大きいわけですが、これがまさにアメリカンドリームの象徴とも言えるものです。少なくとも彼はロックフェラー財団やロスチャイルドのように永々と築いてきた資産の上に新たな資産を築いたわけではありません。このようにアメリカンドリームの象徴的な話として個人資産が何兆円ですよといったレベルにまで達する人々がいる一方で、今まさにコロナショックによる影響によってアメリカにおいては1ヶ月で2000万人の人々が失業したと言われています。これは何もアメリカだけの話ではなく、同じようにヨーロッパにおいても失業者は大量に出ています。現在の経済構造において巨万の富を集める企業群、そしてその創業者たちという姿があるわけですが、その強い光の影には多くの人々が悪夢に苦しむことになります。感染爆発の被害というものを考えた場合、欧米の方がはるかに悲劇の大きさは大きいのですが、しかし不安を抱えているという点においては別に日本においても例外なわけではありません。ですから日本においても今回取り上げるような悪夢を見ている人というのがいても全くおかしい話ではありません。それでは一体どのような悪夢を見ているのか、ニュース記事を見ていきましょう。それではどうぞ。新型コロナで奇妙な夢や悪夢を見る人が増加、理由と対処法は。ある小説家の夢、黒塗りのアメリカ大統領専用車が歩道に寄って止まり、黒い窓ガラスが開いて中からロナルド・レーガンが小説荒野の作者ランス・ウェラー氏を手招きした。亡くなって久しい元大統領がウェラー氏を漫画専門店に案内すると、そこにはウェラー氏の欲しかったタイトルが全て揃っていた。しかし買い物を済ませる前にレーガンはウェラー氏の財布をひったくり、ドアから外へ飛び出してしまった。これはウェラー氏の夢だ。氏のように今世界中で多くの人がコロナウイルスパンデミックドリームという現象を経験しているという。夢の内容や感情は起きている間の幸福感と関連していることが昔から科学的に示唆されてきた。象徴的で奇妙な夢には強烈な記憶や日々の心理的ストレスを潜在意識の中だけで安全に和らげる効果がある。一方で悪夢は起きている間には自覚していない不安を知らせる危険信号かもしれない。新型コロナウイルスのパンデミック、世界的な大流行により何億もの人々が自宅にこもっている。夢の専門家の中には
それまでの普段の環境や日々の刺激がなくなり、インスピレーションが不足しているせいで、潜在意識が夢のテーマを過去の記憶からより多く引き出すことを余儀なくされていると考える人もいる。ウェラー氏の場合、長年にわたる漫画への執着に、ツイッターで政治的な投稿をずっとチェックしていることが加わって、冒頭のようなシュールなシーンを作り上げたのだろう。氏は夢の内容を世界的な経済不安を表したものだと解釈している。少なくとも世界で5つの研究チームがウェラー氏のような事例を集めている。これまでに分かったことの一つは、パンデミックドリームがストレスや孤立、睡眠パターンの変化によって通常の夢とは一線を画す否定的な感情の渦に彩られていることだという。我々は通常激しい感情、特に否定的な感情をレム睡眠や夢を利用して処理していますと、アメリカボストン大学医学部の神経学の准教授で夢の専門家であるパトリック・マクナマラ氏は話す。今回のパンデミックが多大なストレスや不安を生み出していることは明らかです。ストレス源に近いほど悪夢が増える。夢は幻覚とよく似ている。マクナマラ氏によると、夢を生み出す神経生物学的な信号と反応は幻覚剤で引き起こされるものに近いという。幻覚剤はセロトニン 5-HT2A と呼ばれる神経受容体を活性化させ、これにより脳の背側前頭野と呼ばれる部分が働かなくなる。その結果、意識によって感情が抑えられなくなる感情的脱欲性という状態に陥る。これは特に夢を見るレム睡眠で起こることと同じだ。このプロセスは毎晩起こるが、ほとんどの人は見た夢を覚えていないことが普通だ。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックの最中、孤独やストレスが高まるせいで、夢の内容が影響を受けたり、夢を覚えていることが多くなったりしている可能性があるという。例えば不安や運動不足は睡眠の質を低下させる。頻繁に目が覚めれば思い出せる夢も増える。表に出なかった感情や前日の記憶も、夢の内容や夢の中での感情的な反応に影響する可能性がある。3月から進行中のフランス・リヨン神経科学研究センターの研究によると、新型コロナウイルスのパンデミックは夢を思い出せる回数を 35% 増加させ、悪い夢を通常より 15% 増やしているという。イタリア睡眠医学会が進める別の研究では、感染拡大の最中に閉じこもり生活を強いられたイタリア国民の夢を分析した。回答者の多くは、心的外傷後ストレス障害 PTSD の症状と同じような悪夢や頻繁な目覚めを経験している。驚くことではありませんが、2009年に発生したイタリア中部のラクイラ地震の生存者を数年前に調査したとき、睡眠障害や悪夢は震源地との近さに厳密に依存していることが分かりました。と、今回のイタリアでの研究に携わっているローマ大学の生理心理学の教授、ルイージ・デ・ジェンナーロ氏は話す。つまり、震度と睡眠障害のマップがほぼ一致したのです。現在進行中の研究の結果からは、パンデミックの脅威に近い人、つまり医療従事者や感染拡大の中心地の住民、あるいは家族に感染者がいる人ほど、新型コロナウイルスに影響された夢を見る可能性が高いことが示唆される。悪夢の2つのパターン。覚醒時の活動が夢の内容に影響を与える記憶のスライドを作り出すことは多くの研究で示されている。日中から持ち越した感情は夢の内容やその感じ方に影響しうる。隔離中に一人で閉じ込められ、日常の記憶のネタが減ったり制限されたりすることで、夢の内容が限定されたり、潜在意識がより深いところにある記憶に届いたりすることがある。当たり前だと思うかもしれないが、フィンランドの研究者らは心が平穏だといい夢を見やすいことについて科学的な裏付けを進めてきた。反対に不安は夢への悪影響をもたらし、恐怖や動揺する夢になるとデータが示している。アメリカハーバード大学の心理学の助教授で睡眠に関する本の著者でもあるディアドラ・バレット氏は、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件などトラウマになる出来事の生存者を対象に夢の収集と分析を行った。その結果、トラウマを処理する夢には2つのパターンがあることを発見した。1つは出来事をそのまま参照したり再現したりするもの。もう1つはトラウマの要素が象徴的に現れる幻想的な夢だ。バレット氏は新型コロナウイルスに影響された夢についてのアンケート調査を3月から始めた。中にはウイルスに感染した夢や感染症で死にゆく夢を見たとの回答もあった。別の例では、回答者はウイルスの恐怖を虫やゾンビ、自然災害、怪しい人影、怪物、銃を乱射する人など比喩的な要素に置き換えていた。
医療従事者を除けば人工呼吸器を装着した人の鮮明な視覚イメージを夢に見た人はいませんでしたと氏は話す。ウイルスは目に見えません。それが多種多様なものに変換される理由だと思います。悪夢を克服する技、パンデミックドリームの報告は様々だが、その多くに共通していることの一つは、それらの夢が実に奇妙に思えるということだ。これは睡眠中の脳が感情の調節に用いるメカニズムの一つなのかもしれませんと、フランスリヨン神経科学研究センターの研究者ペリーヌ・ルビー氏は話す。新型コロナウイルスによる悪夢を見る人にとって参考になる話がある。いわば夢を操る熟練の技が苦しみを和らげるという証拠が増えているのだ。バレット氏は患者と夢の脚本を作る作業に取り組んでいる。その際、悪夢をどのように変えたいかとよく質問する。患者は夢の新たな方向性を見つけ出すと、それを書き留めておき、寝る前に一度思い描いてみる。こうした脚本は、例えば襲撃者を撃退するなどの現実的な解決策から、襲ってくるものをアリの大きさに縮めるなどの夢らしいシナリオまで多岐にわたる。悪夢をある程度コントロールしたい人は、奇妙なことに焦点を当てるといいかもしれないとルビー氏は語る。物理法則を曲げるなどして背景を変えれば、視点が変わり別の切り口を思いつくかもしれません。常識を変えれば感情を変えたり抑えたりするのに役立つかもしれないのです。新型コロナウイルスが蔓延した国や地域においては、多くの人々が家にいなさいと言われているような状況です。しかし欧米を例にして言えば、1ヶ月で2000万人の人々が職を失いました。職を失ったということは収入が途絶えたということです。国からの一時金は支給されますし、失業保険などについても申請が殺到していますが、しかし新たな収入源として職がないというのは苦痛に他なりません。また新型コロナウイルスの死者についてなのですが、アメリカジョンズ・ホプキンス大学によると、世界の死者数というものは今15万人を突破しています。このことからもわかるように、多くの人々が身近な人の命が失われていることを感じていますし、同じようにこの数字だけを見ても不安を増長させるには十分な現実の情報です。そして国や地域によっては感染爆発のピークは超えたということもあるのですが、だからといってこれら多くの人々が亡くなった事実というものはなくなりませんし、生き残った人々にはこの傷というものが残ることになります。このような状況下で悪夢を見る人が増えているというのは、それは当然のことだろうと思います。ただしここで正確に言うならば、人間は夢というものをいつも見ています。しかし、夢を記憶しないことがほとんどです。ですから今回のように悪夢を見るという記憶が残っていること、それ自体が今現在のストレスが非常に強いことの証拠でもあります。記事ではあくまでも欧米でこういったことが起こっている話として紹介しているわけですが、しかし日本においても死者数は少ないまでも多くの人々が不安に駆られていることは間違いありません。そしてまたまたアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の研究によると、こうした悪夢に対しては明晰夢、夢を夢として自覚することが非常に重要であるということを主張しています。この記事の中でも触れられているように、悪夢を悪夢としてそのまま記憶していたのでは非常にストレスがかかってしまいます。しかし夢の中で、ああこれは夢なんだなというふうに自覚することによって、その夢自体を非現実の物語として受け止めることもできますし、明晰夢、自分で夢そのものを操ることができるようになると言われています。夢を見ていて、あれおかしいなと思ったら、あこれは夢なんだというふうに思うことができれば、その夢を見る前にある程度自分が夢を見たらこんな夢が見たいなというシナリオを事前に策定しておけば、悪夢を見たなと思った瞬間に、これは夢なんだからもっと楽しい話に作り変えてしまおうというクリエイティブな発想を持つことが、悪夢から逃れるために非常に有効な作戦だと言われています。もちろんこうした悪夢を見ないような生活を送れることが一番なのですが、しかし家にいてストレスがたまる場合は、大いに家にいる生活を楽しむように自分自身を変える必要があります。例えばアウトドアな趣味が非常に多く、家にこもっているのが本当に苦痛だという人は、これを機会にエンターテインメントを楽しむ方向にぜひとも自分の心の持ち方というものを変えてみてください。また家の中にこもっていると全く運動しないという方がおられますが、家の中でできる運動というものもあります。例えばその代表格として言えるのがヨガだったりします。ヨガと聞くと女性のものというふうに考える方が多いわけですが、しかし男性でやられることも多いです。 YouTube にはそれこそヨガの様々なレッスン動画というものが上がっています。また男性はヨガなんてちょっとなと思うようであれば、それこそトレーニングという言葉で検索してみてください。家の中でドタバタせずに、それこそ
静かに行えるトレーニングというものが非常にたくさんあります。それこそプランクやスクワットといった代表的なものをするだけでも十分に自分の体に良い刺激を与えることができます。今回は欧米において悪夢を見る人が増えているという記事だったわけですが、日本においても多くの人々に家にいましょうと呼びかけられている時です。また家で楽しく過ごすことに慣れていない方も多くいます。ぜひとも今回の記事を参考にして楽しく家にこもることを考えましょう。皆さんは家でどのように楽しく過ごしているでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。